2022明治安田生命 J1 リーグの第3節、ガンバ大阪対川崎フロンターレのゲームをお届けしてまいります。さあ、まずはガンバ大阪のフォーメーションをご覧いただきましょう。一応4-3-3では予想しましたけど、まあ、こうなってくると前線の3人プラス、まあ、中盤の選手がどれだけ相手のディフェンダーに対して圧力、中盤に対して圧力をかけていく、まあ、そこで奪ってからのショートカウンターというところも狙っていきたいですし、まあ、ビルドアップの段階でもしっかりと、ね、組み立てながらフィニッシュまで取りたいですね。川崎フロンターレ、まあ、4-3-3 のフォーメーションです。でサイドバックの、ね、佐々木選手、まあ、鹿島戦でゴール決めましたけども、そうですね、まあ、本当にアグレッシブな守備から攻撃というところは、まあ、川崎の魅力ですから、まあ、あとはトランジションの速さですよね、まあ、その辺を今日も注目したいと思いますよね。ちょっと変化をしたところ庄司入れてきてヘディング、三浦のヘディングシュートです。強くは当たりませんでした。黒川から山本、黒川中に入って、うん、深いところをえぐった、マイナスのパス、トラップして後ろからシュート、枠にはいかず斉藤美月。かわして遠野、中に入ってきた佐々木です。横に入れて山根のシュート、ワンタッチ、高尾、後ろからシュート、山本、先制はガンバ大阪、山本のゴール。まあ、ここ高尾選手一回弾かれるんですけども、まあ、ここでよくね抑えの効いたボレーシュート、まあ、コースも完璧でしたし、いやこれは素晴らしいゴールですね。サミチャナティップに入るところ、高尾が追いかけます。チャナティップうまくかわしながら、ボールを隠しながらうまくすり抜けます、うん、チャナティップスペースへ出す、遠野追いつけばチャンスになるが、うん、中入れた、レアンドロ・ダミアン、合いませんでした。大きなカウンターのチャンスがあった川崎フロンターレ、チャナティップがお膳立てをしました。遠野、そしてレアンドロ・ダミアン、小塚運ぶバーを見ていました。バントラップしてシュート、同点、追いつきました。1対1の同点、川崎フロンターレが追いつきました。このワントラップ目でシュートを打つと見せかけて切り返してファーサイドに丁寧に流し込む、無駄な時間はなかったですよね。黒川、小林がディフェンスする、もう一度入れてきた、ヘディングのクリアをシュセジョンのパス、小野瀬中に入る、左足で狙ってきた、スーパー、見事な小野瀬のゴール、またまたスーパーゴールをこのホームパナソニックスタジアムで見せました。小野瀬すごい変化しましたよ ね、 落ち方が、これはなかなか打てない、スーパーなゴールでしたね今。を使いたい、山見が落とす、これを取った山根、山根前を向く、小林のクロスボール、ヘディングシュート、ポスト、いい形を作りましたが川崎フロンターレ、山村クロスをシンプルにヘディングで、ヘディングシュートはワンバウンド、レアンドロ・ダミアン、石川の前でした。
強いパワーのこもったシュートにはなりませんでした。あっと後ろからパスを出して、そしてレアンドロ・ダミアン、2対2同点。背後から忍び寄っていた川崎フロンターレ、王者らしいしたたかな点を取りました。2対2、見逃しませんでした。もうちょっと気づいてなかったですからね。いますよね、石川選手気づいてなかったですね。2対2の同点、フロンターレが追いつきました。山見パス、ちょっと足が滑りました。主成城、ここで長い笛、2対2ドロー。ガンバ大阪、2014年以来のホーム勝利はならず。